ディズニーパーク、東京ディズニーリゾート、東京ディズニーランド、東京ディズニーランドは、千葉県浦安市舞浜にある東京ディズニーリゾートを形成する日本のディズニーパーク。年間来場者数は、日本最大の約1800万人で、世界のテーマパーク、アミューズメントパークの中でも、フロリダ州のウォルトディズニーワールドリゾートの、マジックキングダム、カリフォルニア州のディズニーランドリゾートの、 ディズニーランドパークに次いで世界3位の規模を誇る。オリエンタルランドがウォルトディズニーカンパニーとのライセンス契約のもと運営している。1957年、三越日本橋本店の屋上に期間限定で楽しい子供の国ディズニーランドがオープンした。これはアメリカのディズニーランドの楽しさを紹介するものであった。ティーカップなどの遊具が設置されて、 アメリカウォルトディズニー社の認可を得た。長年にわたり、日本企業のオリエンタルランド社は、日本版、ディズニーパークの誘致を、米国ディズニー社に打診していた。しかし、当時のウォルトディズニープロダクションズが、エプコットセンターを建設中であったことや、多額の投資を必要とする海外テーマパークの、経営リスク、ならドリームランドの著作権侵害問題などから、米国ディズニー社は、日本版、 ディズニーランドの直接経営には非常に消極的であった。そこで日本版ディズニーパークの計画を熱望するオリエンタルランド社は米国ディズニーとライセンス契約を結び日本版ディズニーランドの建設を行うこととなった。この契約では米国ディズニー側がパークの設計、運営の指導、クオリティ及び半建の管理を行うとともにライセンス契約料を受け取り、 オリエンタルランド社側が、パークの建設費や運営費などすべての費用を負担するという方式を採用した。この契約は、細かな見直しを除けば現在まで、ほぼ一貫して同じである。また東京ディズニーランド開業後、ディズニーランドパリ、香港ディズニーランドリゾートが開業しているが、2020年、現在、一番、新しい上海ディズニーランドを含め世界で6つある。 ディズニーのテーマリゾートのうち、パーク運営会社に、ディズニーが出資しないライセンス形式の運営を行っているのは、東京ディズニーリゾートのみである。日本版、ディズニーパークの建設にあたり、オリエンタルランド及び米国ディズニー社は、米国版、ディズニーパークの完全再現にこだわっていたが、ディズニーパークの設計を行う、専門組織であるウェイドエンタープライズは当時その多くのリソースを、 フロリダ州のエプコットセンターに投入していたため、東京ディズニーランドのパーク施設のデザインは、その大半が、フロリダ州オーランドのウォルトディズニーワールドリゾートのマジックキングダムと同じとなっている。特に、シンボルキャッスルにおいては、マジックキングダムと同じ、シンデレラ城を採用するに至っている。当時の日本版パークの建設現場では、日本版と米国版パークとのフィッチが多数、発生した。 これは、米国ディズニー社側にあった図面に、米国版パーク建設中の急な変更が完全に反映されていなかったことが原因とされている。オリジナルである米国ディズニーパークをより忠実に、日本版に再現するため、日本側のスタッフは何度も米国に赴き米国版パークを実測し、それをもとに新たな設計図面が起こされた。それらの図面類は、 日本の建築基準法やディズニーの機密保持などの関係もあり、東京ディズニーランド内にあるドキュメントコントロールセンターと呼ばれる部署で集中管理され、施設改修時には随時最新版に差し替えられ、すべての図面類をここで保管している。なお、世界のディズニーパークでこのような形で図面を集中管理するようになったのは東京ディズニーランドが初めてである。 パークの名称については、決定時点では、ディズニーとオリエンタルランドの名称を合わせた、オリエンタルディズニーランドや日本を意識した、ディズニーランドジャパンなども候補に上がったが、最終的には、世界的に有名な都市、東京県内にあり、名称で、所在地が明確になるなどの理由からで、東京ディズニーランドに決定したとされている。建設候補地は、京成電鉄。 三井不動産連合が推していた浦安市、舞浜のほか、長野県大鹿村、三菱地所が推していた静岡県清水市、御殿場市、神奈川県横浜市、川崎市、千葉県安彦市、茨城県日立中市、岩手県盛岡市などがあった。しかし、東京都心に近い立地の良さに加え、かつて行徳塩田と呼ばれ、塩田独特の勝負、乾燥の気候であったため、 ディズニー側はかなり早い段階から前浜に決めていた。しかし、誘致合戦で、オリエンタルランドからより良い条件を引き出すために、最後まで、大鹿村、清水市の2カ所を候補地として残し、最終的に、ディズニー首脳人は、日本の象徴である、富士山が常に見える清水市では、人工物が引き立たなくなってしまうという、表向きの理由をつけて、現在の地である前浜に決定した。 旧シンボルマーク。祖号の It's a Small World 時計に付されたもの、東京ディズニーランドが開業時から1999年前半まで使われていたパークのシンボルマークは D を表した四角形の内側にパークのホストであるミッキーマウスのシルエットをあしらい、それをオリエンタルランドの王子で囲んだものである。これは現在ディズニーと歩くの友好の証と言われているが、 決定当時は仮決定していたオリエンタルディズニーランドという名称に疑問を呈したオリエンタルランドに対してディズニー側が名称変更は認めたもののシンボルマークの変更は認めなかったためである。1999年秋頃からは現行のシンデレラ城のシルエットに変更した。肩書きはすべて当時のもの。上空より撮影されたパークの前景及び京葉線。 舞浜駅航空写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成それぞれのテーマに分かれたエリアが7つありそれらをテーマランドと呼ぶ各テーマランドに配置されるアトラクションや物販店飲食店及び装飾類はそのテーマに合わせてイメージの統一が図られている園内の施設は アトラクション以外の施設もすべてオリエンタルランド直営である。パーク内にはショップ、レストラン、サービス施設が多数点在する。ワールドバザールアドベンチャーランドウエスタンランドクリッター、カントリーファンタジーランドトゥーンタウン、トゥモローランドアトラクションはカリフォルニア州アナハイムのディズニーランドと基本は同じものが多いが同じアトラクションでも日本のアトラクションでは若干ダイジェストされているものがある。 吹きパークをスムーズに楽しめるよう様々なサービスが提供されている。利用規定に満たないゲストがいる場合にアトラクションを交代で利用できる。来店に事前予約が必要となる場合がある。パーク内各所やキャラクターグリーティング施設でフォトグラファーによる写真撮影ができる。また一部アトラクションでは乗車中の写真撮影を行っている。 スタンバイパスやエントリー受付、各施設の待ち時間の確認、オンラインショップなど様々な機能を提供している。エンターテイメントスケジュールやグッズ、メニューの情報が記載されたトゥデイとパーク全体のマップであるガイドマップの2種類。新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年7月1日以降は配布を取りやめている。なお、ワールドバザールに、 三井住友銀行浦安支店、東京ディズニーランド出張所が存在し、建物に会社ロゴも掲示しているが、三井住友フィナンシャルグループと三井住友銀行はともにオフィシャルスポンサーではなく、また、オリエンタルランドのメインバンクでもない。オリエンタルランドの主要取引銀行は、日本工業銀行の流れを持つ三保歩行ポレート銀行、三井信託銀行の流れを持つ中央三井、 信託銀行である。これは、大株主で、三井財閥系の三井不動産がメインバンクとして指定していた、同じく三井グループ系の三井銀行であったことが影響している。なお、1997年までは銀行の店舗出店が大蔵省によって規制されており、銀行の独断で自由に出店できなかった点。三井信託銀行は、法人と、 個人富裕層向け取引が中心で、店舗数が、新宅銀行の中では少ない方であったという背後、環境を回った。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。